はい、録画始まりましたね。第1回、グッドユー博士ゼミですね、この3人でやることになりました。なんでしょうね、本当は、20人ぐらい応募があってその中からよりすぐった3人とか考えてたけど、まあ応募は3人 でそのうちの1人はちょっと曜日が合わないっていうか。ああ、はい、なるほど、はい、ではもう始めましょう、うん。このゼミの目的は、恋愛に関して僕が出すお題の本や DVD などを見たり読んだりしてもらい、みんなの前でその内容を発表すると。でそれに対してディスカッションする、まあ、自分がもし紹介したいものがあればそれをこう持ってきてもらってここで発表してもらうのでも OK で、僕が発表する回も作るかもしれない。そしたら僕がテーマを決めて僕が話すと、ということで感じですね。で、多分何ヶ月後かには、恋愛の達人になっているような気がするみたいな、まあ、あるいは人生のね、がうまくいくようになっている人間関係とかいろいろ、はい、質問ありますか？どうですか？いや、これも意識しなくていいんです。緊張しますね。大丈夫です。いや、はい、意識しなくてもいいと言いながらもなるべくカメラ目線でよくわかんない。わかりますよね。あのカメラが、4人目の参加者みたいな。あ、なるほど。はい、じゃあ自己紹介をしてもらいますね。はい、じゃあ、向こう側から、マラキの方から。はい、リンゴと申します。リンゴさん。はい、30歳です。はい、はい、で昨年結婚しました。おめでとうございます。ありがとうございます。でこの講座に応募した理由は、まあ、結婚したばっかりっていうのもあって、うん、その夫との恋愛関係男女関係夫婦関係そう、うん、それをまあ長期的により良いものにしたいなという。そうですよね。それすごく大変ですよね、はい、そうですね、うん、なんかもうすでにちょっと喧嘩とかしたりとかしてるので。あ、そうなんですね、はい、わかりました、はい、あまりこう沈黙してる時間が長いとサービス精神でいろいろ喋っちゃうじゃないですか。そうそう、あえて今どっちにしようか迷ってますけど、あとそうだ、もう一つ僕の滑舌が悪い時、滑舌って言ってたんですよ。滑舌、本当に滑舌がすごく悪くて、はい、では何さんですか？はい、私はミントです。ミントさんね、ミント、お願いします、はい、リンゴさん、自己紹介をちょっと、はい、はい、してもらえますか？はい、私はグッドウィル博士に出会ってから恋愛がうまくいくようになって、はい、今彼氏がいて付き合って2年なんですけど、はい、もうすぐ結婚しそうですというか婚約中です。婚約中ね、はい、まあ、人生何があるか分かりませんけどまあそうですね、そうそう、ちょっと油断しないためにはちょっとここで学んで、そう言ってる僕が1ヶ月後に離婚されてたんですね。いや本当分からないんだって、カウンセラーとか言ってたんですけど結婚、いや本当難しい、いろいろ、うん、まあいいか、そう、それなんかそれが言うことある、自己紹介で。あ、そうだ、なんでここに、あ、それ今言いました、もしかして、なんで参加したの。そうですね、今後もちょっと人生イージーモードでしたい。そうですね、はいはい、はい、イージーモードっていうのはそのゲーム、テレビゲームとかで、うん、ハードモードとかイージーモードがあって、うんうん、その簡単なモードで人生を送ってば楽だぞっていうね。そうですね、なんかする必要のない苦労はしないようにしたいです。もう完璧です。わかりました。じゃあ次、ここでゼミ生募集、いきなり募集の話だけど、ほんとはもう一人欲しいんですよね、うん、もう一人か二人ぐらい欲しい、うん、でそうすると皆さんの注目が散るんで、ぜひよかったらですね、グッドユー博士スペースゼミスペース9月15で検索すると出てきますから、応募フォームがでそこでこうゼミというか SNS に入ってもらって、さらに僕になんかこう自己アピールしてくださいと、ほぼ 100% 通りますから。100%何の制限もしてないので、はい、今は無料ですけど、もしかしたら何ヶ月後にはね、新しい人たちは有料になるかもしれませんよ。まあなくなるかもしれないけど、うん、はい、じゃあ次、もう早速いきましょうか、書籍紹介、はい、いきましょうか、はい、そうそうそう、どうぞどうぞ、いやいや、いいです。じゃあまず第1回目の今日は、うん、私が先週博士からおすすめしていただいた結婚の謎という本です。はい、結婚の謎ね。著者は、著者は、ウィリアム・グラッサーとカーリン・グラッサーという夫婦、うん、ご夫婦なんですけれども、うんうん、
このウィリアム・グラッサーさんという方は、はい、まあ、グッドウィル博士と同じようにこの本の中で、博士っていうふうに、まあ、グラッサー博士っていうふうに最初出てきたんですけれども、はい、なんか心理学の学者さんで、はいはい、あとインターネットで調べたところによると、うん、偉い、お医者さんでもあるという精神科医、そうなんだらしいです。結構著名な方だそうで、ソルビング・ザ・ミステリー・オブ・マルチ、はい、恋愛の謎を解くみたいな、うん、そうですね。で、はい、まあ、この本の題になっている、うん、まあ、結婚の謎とは何かっていうところなんですけど、うん、まあ、その結婚しているいろんなカップルが、うん、まあ、夫婦が抱えがちな問題、はい、典型的な問題、喋ってくださいよ。僕はこう言いながらもちゃんと録画されてるのを聞きながら、はい、どうぞ次行ください。はい、なんか、まあ、例えば結婚した当初はすごくラブラブだったんだけど、うん、日々を過ごしていくうちに、まあ、冷めた関係になってしまって、あるよね、うん、結婚当初のその愛が今はないっていうことに気づく時が、はい、あるんですね、うん、はい、この本の中では、まあ、2組の夫婦が紹介されて、はい、でその夫婦が持っている悩み、結婚に対する悩みや2人の関係に対する悩みっていうものを、うん、まあ、抱えてるんですけど、その原因がわからない、なんでこうなってしまったのか、はい、その、はいはい、最初はラブラブだったのに月日を重ねて今その結婚生活に満足してないっていうことに気づいていて、はいはい、でこのウィリアム・グラッサー博士に、はい、ある一通のメールというか手紙を出すんですけど、はい、まあ、そこから物語が始まる。物語調なんだ。そうですね、まあ一応ストーリーにはなっていて、そこでこう理論が、まあ、このウィリアム・グラッサー博士が提唱する理論というものをその結婚の謎っていうものを解くことに使っていって、より良い結婚生活を送ろうというような、はい、このウィリアムさんって確か一回離婚してますよね。あ、そうなんですよ。あのレジュメの3番に書いたんですけど、ちょっと皆さんにはレジュメないんですけど、ネタバレして、はい、いえいえいえ、いやいや、そうか、なるほど、はい、じゃあまあまあ、じゃあそのまま続けてもらいましょう。はい、はい、まあ一応その2003年発行の本なので、はい、まあ、少し10年くらい経って、そうですね、13年ぐらい経って、13年前ですね、うん、かなとは思うんですけど、まあ、Amazon のレビューもすごい高くって、はい、結構なんか勝間和代さんがおすすめされてた時もあったそうです。そうですね、はい、って書いてありました。それだけでこの評価下がった。僕勝間和代さん嫌いでも好きでもないけど、勝間和代さん絡んだだけですごくこれが増えるんです。なるほどね、アンチ勝間みたいなイメージっていうか、うん、いや、あんた3回離婚してるだろうみたいな。あ、そうなんですか。確かに3回、でもこの著者の方、はい、ウィリアム・グラッサー博士は、まあ、最初の奥様とは46年間連れ添っている。あ、そうなの。それと書いてあります。46年間、うん、で別にその嫌いで別れたわけではなくって、はい、奥様が癌になってしまった。あ、そう、ちょっとやめてください、その思い張って死別ですね。で死別、そうなんだ、マジか。そうなんですよ。で死別してしまって、まあ、なんでこの共著になってるカーリン・グラッサーさんという妻の方と出会ったのかっていうのはあるんですけど、離婚して学んだわけじゃないんだ。あ、違いますね。 それは逆に奥さんの方かもしれないです、離婚して学んだっていうのは。ああ、カーリンさんね。はい、カーリンさん。そう、なぜかっていうと、まあ、はい、博士はそういうなんていうか心理学とか、うん、こういう理論を提唱する活動をずっとしていて、うん、はい、ウィリアム博士ね、はい、で、カーリンさんの方も、まあ、ちょっと年数忘れちゃったんですけど、うん、まあ、20年とか、うんうん、それぐらい連れ添った夫、最初の夫の方がいたんですけど、うん、あ、それも長いんですね。そうですね。で、その結婚生活では、うん、そのだんだんと熱が失われていって、はい、で、悩んでたと、はい、あんまり充実してない結婚生活であることに、うん、で、またカーリンさんはそのこの結婚の謎をその最初の結婚では抱えていたわけなんですよね。で、それで、はい、まあ、その問題に直面した時に、うん、この博士と出会ったのか、まあ、ちょっとその前後関係わからないんですけど、はいはい、カーリンさんはもともとグラッサー博士の理論のファンなわけです、うん、まあ、私たちと同じ。もともとでもこの、理論って多分選択理論のことだと思うんですけど、それって
結婚のことじゃない、大体は違いましたよね。あ、知らないんだ。あ、知らないんだっていうか、うん、あ、ファンだっていうと、あたかも結婚の謎の受ける選択理論のファンだったということではなくて、あ、そうですね、うん、違うと思います。違うんですね、うんうん、なんかその博士、このグラッサー博士のその提唱している理論を広める活動の団体があるそうなんですよ、はいはい、あったそうで、はい、で、まあそのこのカーリーンさんもその団体 の, そのまあ一番下の方の組織、多分末端の方にいたんでしょう、はいはいはい、で同じまあ団体には所属してたて、はい、でまあ博士のことはもちろん知ってるしファンだったと。で最初の結婚はうまくいってなかった、はい、で結果的に離婚することになったんです、このカーリーンさんは、はい、多分その博士の提唱している理論を実践したかどうかは分からないけど、はい、実践したとなると話が変わってきます。そうですよね、だから多分実践してなかったんでしょう多分ね、うん、で結婚の謎、うん、まあ多分じゃあ博士がしたのは後なんですよ、多分離婚したまあね、あそこはあのまた、うん、ちょっと読んで確認してほしいですよ ね、 そうですね、読者の方にね、うんうん、でそのこのカーリンさんが離婚したことを聞きつけた、うんうん、そのグラッサー博士から手紙が届いて、なんかデートするようになったって書いてあったんです。ウィリアムさんからね、うんうん、ウィリアムさんはもしかしたら離婚した後アプローチしたの。あ、そうです、離婚、そのカーリンさんが離婚した後にアプローチしてるので、ね、あのちゃんとしてます。はいはい、はい、ではそのそういうことです。内容こあどうぞ、あの話がすごく上手なので、いいいいそ の, あの自分のやり方でどんどん説明してください、うん。一応なんかあのグッドウィル博士にヒントというかこのまとめ方を指示いただいて、はい、ちょっとそれに沿ってまとめてみたんですけど、はい、まあちょっとすみません、すごく説明うまいですね。いえいえいえ、どうすごい、ね、ここにいる人が何も知らないことを知っているかのように、いえいえいえ、はい、はい、で、まあ、最初にこの本の概要というか、まあ、私ちょっとまだ全部は読み切れてなくて、うん、3連休ちょっと風邪で寝込んでましてですねまだ5章の冒頭までしか、12章あるのに5章の冒頭までしか言ってないんですけど、うん、まあ、でも最初の方でも結構6章目から実は全ての議論が間違っていることに気づいたので、うん、どんな感じみたいなでもね、私をちょっと話脱線するんですけど、はいはい、思うんですけど、はい、なんか海外の人ってが書くものとか作るものって CD とかもそうなんですけど、はいはい、面白いそれ、一番最初にメインを持ってくる気がするんですよ。なんか出し惜しみしないというか、そんなことないでしょう、まあ、起承転結はあるかもしれないんですけど、最初も言って最後も言うみたいな。いや、そんなことそれは反対、反対、反対ですか、反対っていうか、あのそんなことなくて、ありがちなパターンの一つは、うん、こう結婚謎とか言うと急に歴史を語ってくる人もいる。例えば、うんうん、ヨーロッパではあの中世こういう結婚だったので、うん、いやそんな最初からあるんだよ肝をまず言えやみたいな。あともう一つのパターンは、うん、まあ、7つの習慣とかもそうかもしれないけど、うん、まずその今のこの動画もそうなんだけど、早く選択理論言えよっていう、うまくいかない感じがずっと続くんですよ。あ、わかります、それなんかあともうちょっとで本当に入るのにっていう、そうそうそう、最初くらいまでずっと引っ張るのね。あ、さて選択理論その前にみたいな、あ、でもそれよくあるんですよ確かに。でも全部読んでないんで、私もじゃあそれちょっと確証を持っていないんですけど、ぜひちょっと全部読んで確かめてください。あ、そうそう、この本の出版社も多分ね、うん、嬉しくなるような紹介の仕方がいいかなとも思うんですよ、ね、あ、なるほどね。だから5章までとか帰っていいかもしれない。あ、いいですか、ね、続きを読みたくなるんで、うんうんうん、あの触りはねでもバッチリですでつまりこの本には、まあ、5章までしか読んでないけれども、うん、多分その肝はもう五章の中に入っているんだと、うん、そうですね、はい、その肝の部分の具体例とか具体的な内容っていうのはどんどんあの章が進むごとに深まっていくのかもしれないんですけど、はい、その肝がどういうものであるかっていう説明っていうのは最初の方っていうかその五章までで大体してくれているので、何をこれから読んでいくかっていうのは分かるっていうことです。めちゃくちゃうまい話が、いいでまあ、大体その用紙というか概要はその先ほど言ったように、まあ、結婚関係で生じる夫婦の典型的な悩みですね。これ、うん、あの著者がアメリカ人だけど、まあ、こういう部分っていうのはなんか夫婦関係っていうのはどこ の, その国であっても、そうですね、大体結婚っていうものをしている人には当てはまるだろうと思われるものを著者が書いているということです、はい、で、まあ、さっき言ったように新婚、この人アメリカでしたっけ、アメリカ人だと思います、はい、わかりました、はい、そう、なんかそうアメリカでなんか引っ越したとか書いてあったから、はい、多分、はいはい、ロサンゼルスとか
で、まあ、新婚当初は愛にあふれてたのに何年後何十年後かに愛情はあるんだけど、まあ、結婚した時のような親密さが失われていて、はい、離婚するほどではないんだけど冷めた状態になっている。おい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 、それですよ、うんうん、でかつなぜそうなったか、なんか今笑ってほしい、なんか言ってたことはまだ新婚ですよ。そうですね、リンゴさんは、うん、でも新婚でもちょっと思い当たる節はあります？何を？つまり、うん、最初は親密だったのに、うん、だんだんその親密さを失われていき、離婚することではないけど冷めた関係になっているでしょ。分かんないんですけど、そんなに親密ではない、最初から。あ、うん、嘘。親密って何ですかね、なんかこう分かりづらいって、うん、ラブラブってことです。なんか行ってらっしゃいみたいな、こうチューしたり。チューしないんですか？え、しないですか？行ってらっしゃいのチューしないんですか？しない。でもこれもう多分僕もね、この選択、またまだ引っ張るのかよって思うんですけど、選択理論によって変わるかも。え、うーん、これから話すので、ね、そうですね、良い方法に変わるかも。うん、そうですね、うん、はい、はい、はい。で、まあその冷めた状態になっていて、お互いそれを分かってるんだけど、うん、なんでそれが生じたかっていうのは分かってないんですよ。なんでこうなってる、確かに。で、確かに言われてみたら、その不平不満を言ってる人とか確かにいるけど、何が原因かっていうのは、うん、まあちょっと具体的にそのこれだっていうのは分かってない、みんな分かってないんで、確かにそれは結婚の謎だなっていうので、これ連絡もあるよね、分かるなって思いました。はい、で、まあその謎が、謎っていうか問題が生じる原因ですね、と、その謎を解く鍵として、この著者の人の提唱する選択理論っていうのを紹介してるんですね、うん、この本は。はいはい。で、まあ、今のところまだ一言も選択理論の中身が分からないけどね。この後でまあ説明できたらいいなって思うんですけど。これは引っ張るぞ、これは。はい。で、まあ、この著者の人が言うには、はい、その選択理論をその一人だけじゃなくて、夫婦それぞれが理解して用いることによる、うん、よって良好な関係を築くことができるし、はい、幸福な結婚生活を、片方がやってもいいと、と、で、片方がやっても効果があるけど、両方やるとよりいいですよって書いてありました。なるほど、これ片方だけやってもいいというのはありがたいよね。うん、そうですね、うん、うん、はい。それで、まあ、そういう冷めた状態からでもその選択理論を使えば、うん、お互い理解して実践すれば、その一人でもね、うん、一人でも、そうそう、時間はかかるかもしれないけど、最初のラブラブの頃に戻れますし、最初からラブラブじゃない人は、まあ、より親密な状態になる、まあ、そうでしょうね、うん、結婚前の人にとっても、これを理解していくことで幸せな結婚生活を、関係を築くことが可能になるっていう。これ僕読んだんですけど、多分結婚してないカップルでも役に立つと思うんです、うん、なんか同居人とか呼んじゃってるようなカップルでもラブラブに戻りやすいと思うんです、うん、そうですね、うん、なんかこの選択理論のヒントを友人関係を引き合いに出して説明してたんですよね、はい、そうだから、結婚っていう風にこう、まあ、フィーチャーされてるんですけど、今何て言いました、結婚にフィーチャーされてる、フィーチャーね、フィーチャーって、それは未来だろう、あるあるですね、確かに、はい、いえいえされてるんですけど、別に多分人間関係にも応用が効くんだと思います、うん、はい、いよいよですか、そう、とその前に次は著者の、ね、人物像なんですけど、人物像、人物像を言ったんですよね、いい、うんうん、上手にうまく言ってください、うん、はい、だから一緒にやるの、うん、まあその夫婦が書いてるっていうことと、そうですね、グラサー博士は、まあ、心理学者であり、で、ね、医者である、精神科医であると、で、まあ、選択理論っていう行動理論を提唱していて、多分これそのもともと提唱してた選択理論を結婚に応用したものを書いてるんでしょうね。なんでしょうね。うん、うんうん、で、まあ、1回目の結婚で、まあ、奥様と死別した後、カーリンさんに出会って、まあ、カーリンさんも入れました。46年連れ添ったってことは、私もそう思ったんですよ。何歳やねと思ったわけですよ。おお、拾うな。何歳やねん。嘘、分かんなかったです、思ったんですけど、おじいちゃん60以上うん、46年連れ添ったってことは18で結婚したとしても、うん、そう、64、うん、そうですね、おじいさん、そこから、でもそこから多分カオリンさんのも結構長い、まあ、加藤ちゃんは70ぐらいで結婚してるからね確かにね、はい、うん、そうです、そうそう、はい、はい、で、まあ、うん、
このカーリーンさんという奥さんの方は前はその結婚の謎に苦しんでたそうなんですけど、前回の結婚では。でもそのウィリアムさんと出会って、まあ、彼、一人でもあの効果があるんだけど、ウィリアムさんはそれをまあ分かってる人なので、そうですね、に理解してる人なので、あのよりいい関係が築けますよっていうことが書いてあります。はい、はい、で、いよいよ本の内容なんですけど、あの基本的なその考え方としては、はい、すごい当たり前のことなんですけど、はい、あの自分が変えることができるのは自分の行動だけだっていうことを最初にバンって言ってましたね。なるほど、うんうん、確かにそれはなるほどと思いました。確かに、うん、分かりきってることでシンプルだけど確かにと思いましたね。で、あの、まあ、自分の行動しか思い通りにはすることができないし、それはどういうことかっていうと、つまり自分の思い通りに相手を動かすことは不可能であるっていうことなんですけど、なんでこの考え方をこの人言ってるかっていうと、はい、まあその心理学者というかセラピストとかとしても活動したりすることがあって、うん、いろんな夫婦の相談を聞いた時に、はい、その夫婦がそれぞれ話を聞いた時に、だからどういうことをその専門家に求めてるかっていうと、はい、あの相手をどのように自分の思うようにコントロールするかっていうことを考えてるらしいんですよね。確かに。で、そのこういうふうな問題が生じてるのはその相手のせいだとか、その外側、自分以外のものに原因を求めてる、うん、例えば彼、旦那さんにもうちょっと早く帰ってきてほしいけどどうしたらいいのかとか、うん、そうですね、食器をきちんと洗わないけどどうしたらいいのかとか、うん、そう、相手がこうしてくれないから自分は不幸なんだっていうふうに思う、うん、でよりもっとこうしてくれたらいいのにみたいに思っているっていうこと、うん、それがまあちょっと問題だっていうふうにこの人は考えたっていうか感じたわけなんですよね。なるほど、はあ、でそのことをこの本の中では外的コントロールと言ってました、うん、外的コントロールっていうのは自分以外の人をコントロールしようとすることですか？そうですね、あの自分以外に原因を、あ、そう、自分以外にいいでしょ、これ見て。何だったっけな。そうなんです、あの外的コントロールっていうのはね、ちょっと理解しきれてない、曖昧な感じでいいけど、どういう感じだかというと、うん、かというと、うん、ね、外的要因、なんて言ったらいいのかな、うん、外的コントロールって言われるんですよね。うん、外的コントロール、そう、うん、だから、そう、自分の思い通りに相手を動かそうとして、うんうんうん、そのって言ったらいいんだろう。いいですよ、全然、ゆるふわでいきましょう。じゃあ、博士助けてください。あ、いいですよ、まあまあ、じゃあ、僕はあのいろいろ調べるので、その間に、まあ、外的コントロールっていうのは、まあ、簡単に言えば、うん、多分その自分以外に原因を求めて、うんうん、外自分以外を変えようとすることなのかもしれない。あ、そうですね、そうしましょうか。書いてました、書いてました。あ、そうですね、はい、まあ、問題は自分にあるのではなく相手にあると考えてしまうことであり、相手を何とかしてコントロールしようとすることですね。そうですね、確かにそれをしがちですよね。うーん、それ知ってたでしょ。知ってるかもしれない、まあ、あいつのせいだと思ったかもしれない。ですよ、まあ、それはみんなそうだと思うね。そうですね、はい、で次のページに行かれるけど、すごいな、これ、すごいな、本当に。で、この外的コントロールの中、うん、まあその最たるものみたいなものがあるんですけど、はい、それがその結婚生活における7つの致命的習慣というふうにこの人は言ってるんですね。あ、なるほど、はい、でこれ7つあるんですけど、その致命的習慣の中身っていうのは、まあ、1番批判する、はい、2番責める、はい、3番文句を言う、うん、4番ガミガミ言う、うん、5番脅す、はい、6番罰する、はい、7番自分の思い通りにしようとして褒美でつるっていうのがある。このためなんだ。うん、なんかダメみたいです。やっぱコントロールしようとしてるんでしょうね。なるほど、うん、でこの7つの中でも一番ダメなのは批判するだって言ってました、うん、なるほど、黄色い蛍光ペンに接してる、ね、そうそう、これちょっと赤字にして任せる、はいはい、この違いがなんかわかんないんですけど、うん、1、確かに、あ、いい、そういう質問どんどんしてください。似てますよね、なんか1、2、3、4、5が全部、あ、僕もなんか同じに、批判する、責める、文句を言う、ガミガミ言う、そう、何が違うのと思うんですけど、なるほど、何が違うんですか。私もわかんない、わかんない、でも文章を読むと分かるかな、責める、うん、批判するっていうのは、う
例えばどういう状態だろう、あなたのその着てる服は、うん、なんで赤のストライプなのかと、うん、もうちょっとちゃんと選びなさい、そのなんだろう、評価してる、上からあなんだろう、評価してる、攻めるっていうのは、うん、もっとどっかに連れてってよ、なんで連れてってくれないの、似てるな何が違うんだろう、何にこういう、それ宿題かな、まあ、でも批判だとちょっと客観性があるんじゃないかな、そんなことない、クリティサイズかな、攻めるはアキュースだから、あコンプレイン、もう言うね、みんな言うてきたよ、ガミガミは全然わかんないけどね、うんうん、なんかその罰するとかはちょっとわかるね、うん、わかる、例えばあれなんだろうな、彼が旦さんが何をしてるか気に食わないから無視するとかね、あ朝挨拶はしないとかね、うん、ご飯作らないとか、ね、ああそうそうそう、うん、批判する、あなたが子供の世話をしない、うん、批判じゃないか、いやでもこの批判するっていうのは博士の言ってるダメ出しに結構共通してるんじゃないかって私は思ったんです、ああダメ出し、うん、ダメ出しだとすると、うん、彼を変えるあらゆる行動がダメ出しなんで、うん、例えばもっとこういう髪型にした方がいいんじゃないもダメ出しなんですよね、でそうするとでもそれは確かに外的コントロールの気がする、つまり彼を変えようとしてる、うん、そうですね、そういうこと、もっと朝早く起きたらとか、うんうんうん、でそんな遅くまで起きてるのとか、そうね、うん、攻めるはそう攻めるもうちょっと直接的なのかな、攻めるはこの攻めるの先になんか要求がある気がするんですよ、あるね、うん、攻めることによって、うん、なんかこうもっとより良い状態にしようみたいな、攻める、まあちょっとそういう前向きじゃないんですけど、そのあじゃ あ, あのもうすぐ結婚されるわ彼に対してちょっと気に入らないことはないと思うけど、あえて気に入らないことないです、じゃあ仕事でじゃあやりましょう、そんな先手の今今ね多分ね心の中のウィリアムさんが怒ったよ、まあそれもさせるなみたいな、それはじゃあそれを見てその職場でも何でもちょっとこう、あそうですね、なんでこんなに忙しいんだろうみたいな、違う、責めてない、責めてないそれ、誰に責めてみてください、私ですか、あいいそのそのメガネが、メガネこれが責める格好になってるもんなんでそんなに滑舌が悪いんですかとかは、滑舌が悪いんですか、なるほど、それはそれ批判、いや責める、責めてるかもね、2番あだからあれだわ、分かった、それで分かった、責めるってもうそれを困らせてるっていうか、かえそう怒ってんだよね、ちょっとね、ちょっとして否定された感じになるかもしれないですよね、怒ってて なんでミスしたんだみたいな、なんでこんなミスするの、それが批判するだと何よ、それはあの批判すしない方がいいんじゃないっていうのが批判するかな、いや滑舌もっと良くした方がいいんじゃないが批判するで、うん、分かんなくなってきました、よしこれ多分どっか載ってるというのも選択理論って検索したら、あ外的コントロールって検索したら、はい、結構選択理論がいっぱい出てくるんですよね、あ、そうなんですね、なのでこの批判するとか出てくるかも、批判する攻める、あ攻める、結構その攻められた相手に自分に原因があると思わせる力があるので違うかな、なし類語辞典で出てきちゃったよあなた致命的なあなたの手法出てきたぞ、文句を言うから出てきてるけど、うるさい、まずい、脅す、これはまるまるしないというのはピケピケするからね、あこれちょっとまとめた人の名前を言っとこう、渡辺夏子メンタルオーガナイザーで、この人選択理論の専門家みたいにいくつかそのこの人が選択理論について書いている、はい、でその人はほら選択理論マニアの会代表の夏子さんがいろいろ言ってるんですけど、そんな会があるんですか、あるんですねカーニーさんみたいな感じですよ、そうですね、この人もなんか、まあいいや、責める、あなたのせいよ、どうしてまるまるしなかったの、あなたのせいよね、ご飯抜き、あ、そっか、あなたのせい、お疲れだわ、うん、批判する、だから言ったでしょ、そんなんじゃダメだ、そんなんじゃダメだ、なんか違う感じです、ガミガミ言う、あなたのせいよっていうのは責めてますね、確かに、ガミガミ言う、同じことを繰り返し繰り返し、わかんない、うん、なるほど、まあそんな感じでいいか、うん、そうですね、まあ、とにかくダメなんですよ、もしかしたら7つにしたくて
分けてあるよね、そういうの。英文聞きよ、そうですね、聞きよ。批判してよくあるじゃないですか。あるよね。名乗りますよね。そう、いや、全部違いますよ。あの、編集者あたりがもう一個あると何なんですよ。じゃあ、ガミガミ言うみたいな。ちょっと収まりいいみたいな。あ、なるほど。